界はそうなのかな、さよならだけの人生が、ほんの少しの未来は見えたのに、さようならなんだ。昔住んでた小さな部屋は今は誰かが住んでんだ。昔言われたひどい言葉も無駄に味をした毎日も、あの時ありがとうございました。